いやでも受け入れたくないよね、そんな急に。ああ、言い切るのとダーナに聞くか。私の気持ちはダーナに聞きたいな。アドル君は言い切りそうだけど、ちょっとダーナはどうするんだいって聞きたい。整理できないよね。わしもわかんないし。ねえ。そうね。どうしたらいいかね。状況は整理したいよね。行動よりも今はちょっと考えをいろいろ整理したいかな。気になることがある。言ってみ。なんだろう。守り人の正体？守り人か。ダーナさんが気になる。あ、さっき思い出したこと？どうして守り人である私が彼らと行動してないのか。そこよね。ダーナちゃん、なんだっけ、タナトスさんがここの遺跡に来た時から、なんか、なんだっけ、さらわれた時に上空からダーナちゃんがその寺院で眠っているのを見たっていう話だったよね。ずーっとそこにいたんかね。そこよね。ダーナによそよそしい。過去にダーナさんと彼らの間に何かがあったのか。あ、来ましたよ。思い出すがよい。見てみよう、過去を確かめなくっちゃね。白いね、イースエイト。ずっと面白いよ。 あ、もう見てるの？何その噂。勝手じゃない？うーわー。まあでも怒りの矛先が欲しいんかな。そこよね。サライちゃんが王宮から姿を消しちゃった。わあ、これはどんどん不信感が募りますね。よろしくないな。こんな時にダーナちゃんのせいにしてる場合じゃないのにな。ダーナ、こっちだ。オルガちゃんは大丈夫俺なだ。の？ああ、そう、捕まりそうになってたもんね、OK のところに行って。なるほどね。今朝方文献を解読していた同士から新たに連絡があった。予想以上に時間かかったが、セレンの園の場所が判明した。セレンの園。神に背いた先住民が世界の摂理に干渉するため築いた庭園。あー、世界の摂理に干渉か。それが始まりの木のこと？背いた先住民。子供が歌う童話の中にあった。へえ、そうなんだ。確かにたまに誰か歌ってたっけ。王家の谷がセレンの園。へえ、なるほどね。まあでもね、仲がいいったってね、自分の代でね、広めるわけにはいかんしね。まあそこはサライちゃんも葛藤があったって思いたいよね。ねえ、それらしいものなかったよね。消失したか。なるほどな。
そうなの、橋が落ちちゃったの。ほい、じゃあ今回はオートマラソン、悲壮なる決意、今回はオートマラソンして特積んで、で遺跡見て王家の谷に向かうっていうルートで行きましょう。よかったね、オルガちゃんいてくれて。いや頼もしい、シェンナさんもありがとう。灰が真っ黒ってか、こうやって見れるんだ、すごいね。灰が真っ黒、あ、灰が、あ、なんだ、噴火してるから灰が真っ黒になってるんだ。この方はどうしたん？あ、チルルさんって、いろいろ説明してくれる。うわー、つらー、うわー、マジなん。つらいよ。マジか。ラステル立ち直れるだろうか。なんかお父さんがいなくなっちゃったっていう話してたっけ。もう一回言って。南、はあ、やばー、この周辺そんな感じなんだね。だだまだここは大陸なんだよね。大陸どうしよう、こっちでいいかな。いやー崩れちゃってるね。おっと、何、おい、え、あ、何、え、何、どうした、ジルルさん、違う、なんだっけ、そう死生観さん、王宮が門を閉ざしている真の理由、あの日すでにそれを隠蔽する一方、偽の偽りの布告を作り呼びかけておったのは全て私の毒だ。隠蔽、あー、え、ダリウスさんは知ってたってこと。え、こうなる予定じゃなかったってこと。こうなるとさ、ダリオス生官がさ、前どういう話をしてたんか気になるよね。東の離緑の塔が崩れ、中央へ抜けられる場所がある。嘘では人を救えない。ちょっと待ってよ、言葉が重すぎてなんかちゃんと入ってこないんだけど。つまりこっちに行けないってこと。メインストーリーあそこなんだ。え、さっき階段なかったの。え、マジマジなん。こっちは、多分瓦礫があったってことなのかな。
ちょっと一旦止めるね。よし、メインストーリーホーム行ってみよう。あー、セシルさん。あー、ここは救助系の場所なんね。球団派？あー、はは。ありがとう。あらら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 、巫女様、当たっちゃったの。痛々しい。シーヨちゃん、この怪我は一体どうして。先日の崩落事故でこの子は一命を取り留めましたが、もう一人の子は。ミーヤちゃん、マジ？そんな、そう、マジで。どうして。泣かないで巫女様。ミーヤちゃんはね、私をかばってくれたんだよ。そうなんや。シーヤちゃん、私ずっと心のどこかでミーヤちゃんみたいになりたかった、明るくて元気なお姉ちゃん。でも最後に言ってくれたの、ずっとシーヤの胸の中にいるからって。だから私は大丈夫だよ。もう分かったから、ゆっくり休んで。シーヤちゃん、絶対に良くならなくちゃダメだよ。はい。それとね、巫女様、どうかお母さんを許してあげてね。お母さんも本当は分かってるはずだから。私にはまだやるべきことがある、今は行かないと、タイジュの色が変わった。この人、そっか。こっから行くんか。塔が倒れてどうとやらっていう話。ああ、はい、できる人の方よね。そうなんだ。もう胃が痛い。ちょっともう しんどい。しんどい。これでいいかな。いや、これ2周目絶対楽しいわ。2周目なんかこう全て分かった上でやったら絶対楽しいわ。はーい、中国に向かう。南ね、と見せかけて、こ
こっちは東がかん、じゃあ西が陥落してんでしょ。ちょっと見に行っていい？で、こっから来たと。ん？どこ？あっち？なんだ？大丈夫そうだね。今見えた余地は。え、私にも教えて。まだ泣いてはダメ。ここで立ち止まるわけには。おい見ろ、あれじゃねえか。えいたぞ巫女だ、大樹の巫女だ。ちょっとマジで空気読んでよ。巫女様、なぜ逃げ回るんで。やっぱりやましいことがあんだな。やるべきことがあるんだよ。そういやあんた、巫女のくせによく町をうろうろしてたよな。いや、そんな、なんだろうな、その町の状況をさ、自分の目で確かめるっていうのが大事なんじゃないのかな。子供と遊んだり、市場なんかに出入りしたり、自分の役目を軽んじやがって。だからこんなことになっちまったんだ。なるほどな、ずっと色ってろ的な。そうだ、あんたが強制を呼んだんだ、この魔女め。娘を返して。ミーヤはあなたが殺したのよ。なるほどな、お母さん許せねってそういうことか。皆さん落ち着いてください。私は決してそのようなことはなかったと本当に言い切れますか。ラステル、いや、ちょっとラステルに言われるのはちょっときついな。ラステル、あなた、ちょっと待って、本当にきついな、それは。巫女様、答えてください。なぜこんなことになったんです。どうしてエダニアを、僕たちを守ってくれなかったんだ。ラステル、父の遺体が見つかりました。ああ、そっか。星によってうがたれたあの大穴の近くで最後まであがいたんだろうね。ドランが、そうでしたか。ラステル、私はまだあなたの問いに答えることができません。でも何よりも知りたい。巫女として、彼らの友人として、彼らがなぜ命を落とさねばならなかったのか。そしてどうすればエタニアを、みんなを救えるのかを。巫女様、まだ希望はついえていません。私は大樹の巫女ダーナ。人々を守り、エタニアを導く存在。その使命を一時たりとも忘れたことはありません。たとえこの命尽きようとも、真実を知らなくてはならないのです。届いてほしい。さあ、ここを通してください。今さらあんたの言うことなんて信じられるかよ。そうなる。そうだ、やっちまえ。マジ、なんかそれほどまでに追い詰められてんだね。ですが、ラステル、よかった。行ってください、巫女様。ラステル、おい、なんで邪魔をする。巫女の肩を持つ気か。そいつはお前の親父を殺したんだぞ。あの日、父と言葉を交わすことはできなかった。でも父のことだから、自らの使命を全うして死んでいったに違いない。私もそう思う。だったら僕は父と同じように生きようとする。この人を守る。自分が守ると決めたものを最後まで守ってみせる。てめえ、裏切りやがったらやっちまえ。あまり長くは持ちません。さあ早く。でも僕なら大丈夫です。あの時の約束、今ここで果たさせてください。私も約束します。必ず謎を解いて戻ってくると。はい、ありがとう。ドラン・エース将の息子ラッセル、
相手になるぞ。片やさ命を取ろうかっていうぐらいの勢いで来てて、片や守ろうとしてるんでしょう。巫女が逃げるぞ。邪魔をするな。生きててほしいな。いやーしんど。あ、ミヤちゃん、ミヤちゃんじゃないのかな、違う子供かな。お話できない感じか。例のあれだよね。流星雨の時に胎児が金色に輝いたのを報告した通り、当初は星が胎児によからぬ影響を与えたと考えたのですが、実は星が落ちる直前、地中の離力が異常に高まっていた。その中心にあったのが始まりの胎児。さっきのアドル君たちを見るに、その淘汰しようとしてるからっていうね、そういうことよね。胎児が星を呼び寄せた。まあ言いようによってはね。でもねえ、胎児への信仰を失われ、一層混乱が生じる。まあね、今まで自分が信じてたものがね、実は悪だったっていうね。災いに苦しむ人々に寄り添う。そうだね。ここまで移動しに来ちゃった。オッケー、じゃあとりあえず。恥ずかしい。みんなのためにも急がないと。こんな逼迫した時にさ、特訓で遺跡行こうなんてある？それ。まだまだ。キアリー。やった。ターニー。オルガちゃん、そっちはどう？ああ。ジーンの方は皆よくやってくれている。だがそのラステル、ラステル、ラステルは無事なの？ガロジでまだ息がある。そこまで。とにかく手は尽くすつもりだ。やりすぎじゃない？オルガちゃん、ラステルをお願い。いや、まあ、そこまで恨みが深いかもしれんけどさ。いやー、やりすぎ、なんだろうな、そこに心は本当にないんだね。理性が保たれてないっていうか。うわー、究極の状態なのかね。もう私はそんな窮地に陥ったことないから、中途半端なこと言えんけど。雇いるの。王家のところまで着きまして、見てあるね。シュード王家の谷はこの先だね。お願い、どうか間に合って。どうか間に合って。
どういうこと？戦うの？穏やかな聖域に住む最古の竜種、死にかけてる、それで我を忘れちゃってる、なんだと戦うんですね。そうね、襲わせるわけにはいかんよね。あ、これじゃないんだ、これね。覚悟はいいかな。けど？これって流気中にやったらもっと強いのかな。そんなことやってた時あった私。ふいふい。歩き回らないんだね。そんな余裕はないのかね。これはきつい。来ました。いや、何がわかるかだよね。今の余地は私はできることをやろう。この手が届く限り。あれも言っといた方がいい。でも開いたから、なんかあったかな。わからんな。よし、とりあえず行こう。週末が近づいてるか。ヤミくんはどっか行っちゃったんだね。あ、わかった。これ遺跡だ。よし、じゃあこの奥に行きます。え？開いたよね。開いてる開いてる。おい、最後かな。火か。お、すごい綺麗。どういうことよ、地下聖堂って。どういうことよ。なんでこんなものが。でもなんか火山の噴火があって、あ、燃え出しちゃったっていうのもある。どうなんでしょうか。ではやっていきましょう。